シェア。いた？お、いた。こんばんは。さっきはインスタライブありがとうございました。カラーズの、イベントのコラボインスタライブでした。久しぶりにインスタライブしたくない？ただいまです。みんなのコメントも見えてたよ。なんかね、いっぱい話したいことがあったのに、なんかちょっとリモートのなんか声ダブルの気にしすぎたプラスシャチさんも元気すぎてなんか圧倒されてた。よそ行きの顔になっていました。こんばんは。そう、多種多様。もうシャチさんが出てきた瞬間もう一気にさ、パッて明るくなった画面が。ずっと7時からひなのの回からずっと見ててんけど、すごい盛り上がっててね。え、シャチさん4人。そう、もっとねちょっと話したいのがあったんやけど、ちょっとじゃあ一人アフター配信ねえ。でもシャチさんがちょうど今お台場のリリースイベント終わりだったっぽくて、フフフ。平松さんもクレイさんもすごい話しやすくて面白かった、楽しかった。そう、落ち着いた感じになっちゃいました。大人のしがらみはありません。全然ないのにさ、チカがさ、めっちゃそれっぽい風の「はい」みたいなギクシャクしてたから、めっちゃそう見えたけど、ありませんから皆さん安心してください。楽しみになった、めちゃくちゃ本番。去年黄色だったよね、確かカラーズのドレスコードがっていうのを覚えてて、そのイベントに出るメンバーがフィッティング衣装を着てる時ちょうど近くいて、可愛いっていう風に思ってたから、今年はなんか SKE を代表してチーム S がね出れるっていうのもすごい嬉しいし、しっかり SKE パートも盛り上がるセットリストにもなってるし、なんかサマーメドレーっていうのかな、そこも楽しみにしてて。そう、アレンジがね、それこそ本当に CD 欲しいよね、していただけるなんて。なかなかさ、バンドでやること少ないやん、てかないやん基本ね。そう、今年は青色です。なんか続々とみんなの手元に青色の芯のお洋服が届いてるみたいで、ねえ、生演奏も楽しみ。2日目はランウェイで出演させてもらうので、それも楽しみ。どんな衣装になるかな、まだ知らんくて。ぜひぜひ7月14日15日見に来てください。夏が始まるね。始まりはカラーズのイベントですね。そう、話したかったこととは、そのシャチさんが紙フレとねコラボでシャチフレやってるやんか。でよく、ま、ライブ
こう S のリハの時とか S の子も神フレのメンバー多いから聞くねんけど、ライブどんな感じなんっていう風に S の神フレの子に聞いたら、すごい、いやもうシャチさんのね歌声がすごくて、本当にもう声量もすごいし上手だしやばいですっていう風に言ってて、ってぐらいなんかシャチさんの多分パフォーマンスも素敵だし、その歌も上手っていうのを聞いてたから楽しみだし、でも SKE もこう新公演愛よ君愛よ僕にこうになって、特にこうダンスもそうだけど、こうみんながそれぞれ歌もみんな上手になってて、なんか楽しみ、すごいお互いの刺激にもなるだろうなと思って楽しみになったんです。もうある意味シャチさんの歌声がもう化け物レベルみたいな、いい意味で、いい意味で化け物レベルって言ってていや SKE も頑張らなきゃなって思うし、切実に楽しみ、ファンとしてもね聴けるのが。私チカはあれかな、14周年の外資の時にね、一緒にはステージ立てへんねんけど、そこでね SKE コラボステージがあったりもねしたから、なんかまた直前でインスタライブの配信ができたらいいなっていうふうにクレイさん言ってて、やりたい、ぜひ、ちょっとリベンジ、猫かぶってたから、ボイメンのメンバーさんはそうだね、イッチー祭り以来かな、一緒にステージ立つのは。舞台はね一緒に出させてもらった、吉原さんは舞台一緒に去年キャッシュオンデリバリーで出てからかな、全員みんなと一緒にステージ立つのはコロナ前ぶりかな。猫かぶってたねって、はい、いつもなんか苦手だよね、ラジオのさリモートも苦手なんだよね、違う、いつも黙っちゃうっていうのか、なんかかぶっちゃうのをビビっちゃう、いつもちょっと下半期リモートにも強くなる。そういつもこうなっちゃう、そうかぶっててあっみたいなよく電話とかでもさあるあるやねんけど、7月の下半期の目標リモートに強くなるチーム S の楽屋でのチカちゃんを見せたれっていじられまくりやけど、7月になったよみんな。あ、そうだね、ショールームでコラボいっぱいしてなれるか、ちょっと誰かとしよう今度。7月のねみんなが目標ツイッター書いてくれて、一人で見てニヤニヤしてた。読んじゃおうと。みんなの7月の目標はちょっと今のところ来てるの、全然後からでも来るので通知で。そうツイッターの制限解除されたよ、されたのかな、なんか PMI だっけ、なんだっけ APM みたいなやつあったけど、アルファベット3つ並んでるやつで昨日見れへんかったけど、あまだない API、 さっき見たの、みんな治った、みんな治ってない人いるんだまだ。どうなんだろう、じゃあまだ治ってない人いるらしい、まだ置いとこうかな、治ってない人いるんだ、じゃあちょっとまだ読むのはもうちょっと先にしようね。昨日のね夜中はしかも見れんくて、今日のお昼ぐらいからかな、朝からも復活してた、なんだろう
ね、制限かかっちゃってたよね。いい、じゃあちょっともうちょっと待つか。明日ね、劇場公演から恒例の髪型いいねチャレンジするので、みんなコメント書けへんやん。あ、ね、なんかいっぱい使ってる人がさ、見すぎって制限かけられちゃうらしいね。でも普通に見てる人もいるね。ポニーテールで今書くな書くな。ポニーテールの日は、でも今日見てポニーテールにしたの。今日は朝からレッスンでストレートポニー、珍しくない？で、なんか違うお洋服着ててんけど、まあ、インスタライブで上半身しか見えんくて、なんか気に食わず T シャツに着替えた。あ、かわいいぞって。明日何にしようかな。明日はくるみが、研究生の森本くるみちゃんが初アンダーですよ。くるみに髪型決めてもらおうかな。何がいいって、そうしようと。時間があれば。時間がないない。でも最近公演前時間あるから大丈夫そう、今日のリハで何回もくるみとみくるを間違えてました。私はくるみにね、みくるって言ったり、みくるにくるみ、もうわからんってなって、そしたらひなのが、じゃあみくるのことはみーって呼びましょうってなって、みーって、これからみーって呼ぼうかな。だからミーとくるみ、明日はくるみにつけてもらおう、つけてもらおう髪型決めてもらおう。いや間違えるよね、絶対間違えちゃダメなんだよ。みんな可愛いみくるって、くるみって、くるみってさ、めちゃくちゃ可愛いよね。冷静に考えて、みんなくるみだよ。もうくるみって英語なのかな、海外でさ通じるのかな。 My name is くるみ、いやくるみって日本語か、なんかナッツみたいなテンションで通じるのかなと思ったけど。あ、チカゴも可愛いよ。でも最近なんかチカゴよりね、マジでチカちゃん呼びが増えた。チカちゃん何でも嬉しいけど呼びな。昔からね応援してくれてる人はチカ子が多いけど、まああだ名がチカ子って書いてるから、チカチ、チカチって誰か呼んだ気がするぞ。チカタン、エナが呼んでくるつもり。チカピ、チカピあんまいない。よっちゃんはチカチルって呼ばれたりするし。あ、おいしいわ一人しかおらんわね。何でも嬉しい。松本さんはやだ、距離ありすぎチカポン。そうだね、ひなのがなんかチカねえって呼んでるけど、あの基本チカさんですよ。あのたまにチカねえ、絶対ちゃうやろって言って。全然呼びやすい名前で呼んでちょ。あ、チッカチッカ、あゆかもるが呼んでるやつだね。まっちゃんはお父さんが呼ばれてるイメージある。まあだって力がいろんなあだ名つけちゃうから、みんなにもファンの人たちにも勝手に名前改名しちゃう。そうだ、前回の公演の髪型いいねチャレンジの答え合わせをしてなくて、いいね押してないんだった、押しに行っちゃおうと。前回は桃之助の卒業公演の時ですね、ストレートしたんだということで、ストレートの人にいいねをしに行きます。ごめんよ時差で。レッツスタート。お、
みんなにとって素敵な卒業公演になりますように。髪型はももたんといえばツインテールのイメージなので、みんなおさえでツインテールで、ももたんだけポニーテールと予想。全部間違ってる。もものすけがツインテールでしたね。どどももたんリクエストの高いツイン、3人おそろかな、ブブー、2人の最後のパフォーマンス目に焼き付けます。髪型ポニテ一択です、ブブー。あれ違うわ、待って、ストレートじゃないわ、ストレートアナの卒業公演だ。今やってるのはお団子だ、お団子編でした。あ、今日はお団子、寂しいけど笑顔で見送れるといいね、ピン。あ、今日は普段やらない髪型予想、クマヘア。絶対やらん、卒業公演で絶対やりません。プンプン。可愛い後輩2人の最後の公演、いろいろと感慨深くなりますね。髪型お団子、ポンピン。おお、ポンピン、自分で言って自分でびっくりした。素敵な卒業会になりますように。ハーフツイン、ブブー。前回はまっすぐできたからポニーテールで落としましょう。2人のラストいい声にしてね、ブブー。あ、そうだ、まっちゃんはスピードワゴンの小沢さんが呼んでたんだ。懐かしい、会いたい、楽しかった、バズ。そうだそうだ、でちょっと見ました話を。2人の生徒の卒業を見送る先生みたいな感じだったら大人っぽくしたいよね。ない、前回ストレートで連続は泣いてるだから、今日は大人っぽいポニーテールで、ブブー。愛知の雨が上がるようにシンガポールより念を送ります。 GMS17 人が最後まで楽しめますように。ありがとう、マーライオン。あ、かわいいかわいい、チクちゃんおはよう、おはよう。当然今日は高い高い高いキュンキュンのツインテールしかないでしょ。 DMM 最善だから楽しみにしています、ブブー。おはようございます。かわいい後輩2人を送り出すのにポニテかな。 DMM の画面越しから公演を見届けます、ブブー。公演の無事を祈っています。頑張ってね、髪型はポニーでお願いします、ブブー。三つ編みのリクエストがありそうなので三つ編みで、ブブー。あ、桃っぽく丸いお団子、寂しいけど頑張ってね、ポピーン。ポニテ、チームSの末子ちゃんたちの見送りよろしくお願いいたします。まだブブーですけど、しっかり見送ってきました。素敵な声になることを願ってます。髪型はストレート、ブブー。リーダー大変だと思うけどしっかり見送ってあげてね。気合いのポニーテルです、ブブー。ももたんのリクエストと思うのでツインテルだと予想します、ブブー。あ、最後尾から応援するよって見てくれたかな。今日の近くの髪型は桃之助の指定かな。うわ、これずるい、これ変えちゃうとさ、ポンピーになってたよ、指定だったら。賢い。最後って、ツインテール、ポンプブー。チカちゃん、公演思いっきり楽しんでね。今日の髪型はハーフツインかな、ブブー。今日は三つ編み、素敵な卒業公演になりますように、ブブー。桃の付けリクエストのクマさんヘア、ブブー。お団子かな、ポンピー。ツインテール予想で、ブブー。寂しくなるだろうけど、笑顔で見送ろうね。笑顔ちょっとギリ怪しかった。ってことで今日こそはポニーテールでお願い、ブブー。この前髪型チャレンジに三つ編みに心揺らいでたので三つ編みと予想、おいしい、ブブー。桃田リクエストでツインテールと見た、ブブー。ツインテール、ツインテール、ブブー。桃之助と同じ髪型、ブブー。髪型はそろそろポニーテールが来るからハブはないで、ブブー。ツインテールで良き声になりますように、ブブー。年下タウンと年下ちゃん2人を笑顔で見送ってくださいね。そんなハーフアップなチカちゃんがむっちゃ好き。わかんない、ブブー。ツインだ、ブブー。ポニーテールで、ブブー。お、 DMM で見送ります。今日はお団子、ポンピー。高いツインテール、若い子に負けんな。ブブー。3人のハイツインテールが見たいです、ブブー。モーダの卒婚は卒業公演はポニーテールだと思う、ブブー。笑顔で見送らせてあげてね。髪型はポニーテールで、ブブー。ポニーテール、ブブー。ハーフアップかな、ブブー。全力高めなツインテールかな、 W。 おい、 W 書くな、ブブー。ダブル書くな。あ、気合のお団子でしょう。しっかり見送ってあげてな。もちろん、ポンピン。ももちゃんと同じ髪型のおちゃんぼです。そう、悩んでん、おちょんぼも。ブブー。ポニテ、ブブー。素敵。ちょっとこの人は髪型は変えてんねんけど、絶望的に忙しいので、多分最後のスピーチもリアルタイムでは見れんけど。オタが喜ぶことをいつも考えて舞台に上がってくれたモータのために最高の声にしてくださいましって。素敵、もちろん。
ツインテールでしょ、ブブツインテールブブクマブブポニーブブお団子かなポンピン、ツインテールブブツインテールブブデコなしツインテールえぐいブブツインテールブブハーフツインクルリンパこれも悩んだブブハーフアップだと思いますブブおちょんぼブブ、あポニーテールブブツインテールだねブブアイドルちゃんとしての可愛い2人と最後の森しっかり作ってね髪型は今日こそは可愛い可愛い三つ編みねブブ最後の桃之助ツインを期待しています。末子ちゃんたちのお見送り行ってらっしゃいませ。今日は泣いてもいいんだよ私も泣くのでチカのファンの人ね涙もろいんだよね可愛い嬉しいみんなが泣いてると逆に多分いつも慰めてもらってるから逆によしよししてあげるのでみんな泣きたい時はいつでも泣くんだよということでブブーめげずにポニテブブー笑顔あふれる卒業公演になりますように。髪型やっぱりお団子ポンピン羊ブブー、可愛いから見たいな三つ編みブブーあ三つ編みと予想してます。素敵な素敵な卒業公演になりますようにブブー今日はお団子二人とも最後までアイドル楽しかったと思える素敵な時間になりますように。今日も卒業おめでとうの気持ちとパワーを送ります。届いてた今日の予想はポニテルブブーお湿気に負けるな&団結イコールまとめるのお団子で面白いポンピン今日今度こそはポニテールブブー今日はサイドポニーじゃないかなブブー桃之助ヘアでしかないでしょう。桃之助やワンピースの最新作最新話に追いついて楽しみになりました。そして私はやっぱりゾロとローが好きエースも好き以上。でも夏はなんかオレンジやから気持ち波っていつも思ってるまあでもモーナスケアはおちょんぼらしいですね。チームスクッシュのアイドルちゃんの最後の勇姿を見に焼き付けはねもちろんブブー。あ今日はいい声になることになってます。雨で湿度が高いのでズバリお団子やポンピン。今日はツインテールで2人のことしっかり見送ったねブブーポニーテールでブブー今日こそポニーテールブブーももなん寂しくてもう泣けてくる DMM サイズで待機してます。ハーフアップアンデクルリンパ分からんブブー今日の卒公演よろしくねももたんがお世話になりました。こちらこそです。髪型はツインテールブブー、ポニーテールに500点今月最後くらいは当てたいブブーポニー人気だな。今日は思わず泣いてしまうのかな。いや思わず泣いちゃったよ。お姉ちゃんさらし出すストレートだったから今日はツインテールブブーポニーテールブブーツインかなブブー続いて終わった。意外とあったんじゃない。やっぱさおだポニーと三つ編みが多いね。三つ編みしたくなってくる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11人いい感じいい正答率ですね。昨日はお団子でした。男じゃもう明日からはメンバーが変わって新しいチーム S の公演です。メンバーが卒業して寂しくなるし、あここで目合ってたけどあここはなんか違うんだっていうふうに思ったら寂しいけど、またそのポジションが後輩に受け継がれてそうやってねグループが新しくまだまだ成長できるっていう意味でもあると思うので寂しいけどそう楽しみでもあると思うので、明日は7月一発目の S 公演よろしくお願いいたします。久しぶりにね生誕卒業公演が続いてから通常の公演なのでみんな思う存分サイリウムだったりチカちゃんコールができると思うのでみんなよさ見せずに見ててね。明日来る人いるかな。明日当たった人
行くよ、はいって、あ、DMM 最善ですって、お、当たってるね、気持ちはって、じゃあ DMM で見た人も見終わった後にハッシュタグ愛を君に僕に、愛を君に僕にと松本近くもつけて感想を教えてね。お、見直しですが行きます、ぜひぜひ。次ね、もう6月じゃない、7月6日と10日も決まってるのでね、最近ねちょっと平日が多かったから、なんか土日にありそうな予感だけどね。愛を君に、愛を僕に公演、ねえ、思った、告知画像がさ、いつもね作ってくれてる人がいるねんけど、写真がさ、なんか使えない説なんだよね、あれどうなんだろう、ダメなのかな、あれツイッターとかさ、インスタに上げてるさ、ブログとか、ブログはどうなんだろう、ダメなのかな、あれ SK メールのね画像はもうダメっていうのは、まあ確かに納得なんですけど、どうなんだろう、そこをねちょっと聞いてこようと思って、それこそね多分地下のファンの人だけじゃなくてさ、もっとねそれぞれメンバーのファンの人たちのもう多分そういうの作ってる人とかも大変じゃない、ちょっと聞いてみようと、明日それダメなのって、だってねせっかく告知画像でさ、すごい地下のファンの人以外のメンバーもそうだし、それこそなんだろう、メンバーじゃないです、舞台で一緒になった人とかもすごいねっていう風に褒めてもらえることが多かったので、そうなの、いや分かんないの、もうなんかさ一個をさ問うとさ無限に出てくるかない、難しいね世の中、わからないぜ、ね、有料コンテンツを避ければって思うけど、ちょっと確認するぜ、これスタンプで使えそう、わからないぜ、あ、そう、くるみの会話、話がある、明日はくるみに決めてもらおうねえ、ゼロポジ見てくれた、昨日ストラックアウトやらかしピーマンしてたよ、私なんかストラックアウトとかさ、まあ、テーマパークとかであるけどさ、近そういうので絶対当たらんからやらへんねんけど、今度やってみようかな、ねえ天才的な射抜き方したよね、良すぎん、自分の得意なんだよなこういうの、野球してたから、草野球、近所の子たちと、少年だったから、近さすがでしたやってみようかな、地下の夢はストラックアウトとかでこうテーマパーク行って、自分は多分で、まあ、多分日によるんだけど、めっちゃ上手な人、 UFO キャッチャーとかで絶対取ってくれる人と行ってもらいたい、人形とか、もうちょキャッ、あのあれも苦手、キャッチじゃなんだっけ、 UFO キャッチャー、まあね今のところチームエースが1位なんでね、嬉しい、公演楽しみだな、明日ね、じゃ次ね大食い企画で活躍してそうと思うやん、楽しみにしててほしい。
楽しみにしてほしい。本当に食いしん坊なんですけど楽しみにしてほしい。いやね、なんか意外となんだよな、違う、多分戦力外な気がするんだよな。お楽しみに。いっぱい食べたんだよな、でもいっぱい食べたんだよな。そう、来週もね、みかん全 TV もあるので盛りだくさんだね。告知がいっぱい。お、小食っぽいって言われてる。お楽しみに。だっていっぱい食べる君が好きでしょ、みんな。いっぱい食べる君が好き。なんかカラーズのブルーにかけて青色のものを投稿したいねんけど、意外とね、青色の、あー、うーん、いい上をか、結構差し出せそう。ねえ、ちか3食食べてそうな印象じゃん。でもこう見えて3食食べないんだよね。今日もね、1食、あ、でもなんだろう、飲み物、朝がね、食べなくなったんだよね。今日もね、何時、3時ぐらいにご飯食べて、何食べたかな今日で、今お腹減ったけどもう10時かみたいな感じでね。確かにね、地下の SK メールは基本食べ物かも。これ食べたよーって多いかも。でもね、お家で食べたから、オートミールになんかをのせて食べたぞ。なんだっけ、あとヨーグルト食べた。あ、ココア飲みたいな。でもむくみたくないからやめよっと。今青色の写真、あ、これにしようかな。しかも本当に1月2月が一番丸い気がする、顔が。なんで綺麗にこんな丸くなるんだろうってぐらい。ブルーブルーブルー。やっぱり冬眠だよね、やっぱり。これのせよう、後で配信終わったら。ゆき、あ、次回はカレーライス作り配信お願いします。そうだね、いいね、カレーライス作ろうかな。次いつ料理するかな。あ、土日かな、フリーズ土日かな。それだ。あ、うなぎは、え、もううなぎ、それこそひつまぶしってことか。ひつまぶしはなんか友達とか家族が名古屋来た時に食べに行くぐらいかな。絶対エプロンする。辛口キーマカレー作ってみたいんだよね。お、ツイッターの復活のツイートが上がり出してますねって。みんな復活してきたかい。
あ、姿勢悪い。カレー作りたいな。アボカドもあるし、アボカドつ乗せちゃったりして貧乏ゆすぎ。あ、遅れてすいません。さっき7月の木曜リップしました。えらい、最近みんなリップ減ってるからね。めんどくさ自分。7月の目標確認会はちょっとまだツイッターのねリプができないって怪しい人いるので、明日以降でしようかしら。しかも7月の目標はメモに書いてるんだ。占い信者だから、なんかいろいろ見ながら下半期の目標まで決めちゃった。ちょっと夏は体調崩すかもなので、あと秋もやばい。9月多分8、9が体調危ないゾーンらしくて、先に言っとくね。だから気をつけなさいって、自分の体調整えなさいってあった。すごいよ、ちゃんとねやってるんだ。あと自己肯定感上げる、大事これ。でも自己肯定感下がってたらみんな上げてください、お願いします。たまにあるので。あ、そう、誕生日前に体調崩した16歳の時だ。そう、みんなが握手会で会場にいるのに体調不良になってた時ね。ほんとごめんね。でその年に確か外資でクリダの発表あった時インフルエンザになってる。16歳不運だったわ多分。体調に気をつける、自己肯定感上げる、はい、お互いに上げようね。みんなが下がってたらチカも上げるし、みんなの自己肯定感を上げてくし、チカが下がってたらみんな声かけてください。ました。公演前楽しみなことがあるんだん。あら、大野好きな卒業公演から北海道に帰ってきました。おかえり。北海道9月行くよ。ゼップで涼しいかな。9月、心身ともに健康で、ね、優しいかよみんな。本当にみんなもだよ。1週間頑張ろうジェイ。暑いけど、なんか冬用のマットレスのあのシーツとかだを今日いろいろ全部洗濯して夏用に変えてやっと届いたからいい感じ。なんかプリンセスみたい、ふわ、なんかフリルついてて、で本当はこう見えてお家の中ピンクのもの多くてピンクにしようかなって悩んだら、なんか部屋がパッて明るくなるからしようかなと思ったけど、ちょっとさすがにラブリーすぎるなと思ってグレーにしたけど、いい感じ。これこれ水色も悩んだけど、なんかそうするとお家がねごちゃごちゃになりそうだなと思って、色味がね、なんかね配置変えたいよね、いろいろみんなに見せてあげたいもん。地下のベッド見える方向にしたいなとか思ってみたりもするけど、白背景が一番いいだよね。あー危ない。マットレス結局ゲットしてないの。なんかもう全てを買い替えようと思って、ならベッドも買い替えたくなって、でも別になんか今必要かって言われたら別になんだよね。はい、ということでちょっと最後になりましたが、見てください、昨日チラッと言ってた素敵、見てー、ファンの人から大好きなみんなから。
から舞台赤星ご出演おめでとうございますって、いつも前回もキャッシュオンデリバリーの時もさくれた。反射するかな、こちらです。どっちが上なんだろう。あ、めっちゃ反射しちゃうやん。チカが2人、にちかこ素敵じゃない。これが、あ、反対反対反対、こう、こんな風にあって、どこに置こう、かわいい。多分あれだよね、つなぎというか衣装の水色の、最近チカがハマっている水色です。しっかりハマっています。まだこの赤色は何なんだろう。あ、赤星だからか。赤もあって可愛い、大好き色味が。なんかこの花の配置の意味とかも聞きたい。なんで白が1個あるんだろうとかさ、なんかぜひ教えてもらえたら喜び。どこに置こう。でもなんか素敵なのがさ、こうやってさ立てておけれるのもいいからさ、かわいい写真撮ろう。あ、ちょっと綺麗に画面おしゃれしてる時にまた写真撮ろう。今日 T シャツだからすごい、ありがとう。あ、ね、玄関とかかわいい。玄関も置こう。玄関にってかね、今までの生誕のなんかお花とかドライフラワーにしたの飾ってて、でも良くないらしいね、なんか風潮、風なんだっけ、風水的に。ドライフラワーってその人工的なものはいいらしいけど、あんまり良くないって聞くけど置いちゃう。でも実家に置くというテーマあるんだよな。たまに実家でもね飾ってもらったりもして。え、実家も可愛いな。置いてもらおうかな、玄関とかに、見えるところに。ということで、またこれは写真撮ります。ありがとう、素敵な。あ、スクショタイムにしよう。じゃあしかもちょうどさ、赤星の時と同じ髪型してるっていう、うんうん、どっちがいいんだろう、うん、大好きなみんなへありがとうって飾らせていただきます。あ、壁掛けとかいいけど、確かに。え、ショールームのスクショはいいんじゃない。それはあ、怒られたら学ぼう。みんなで失敗して学んで。そうだよ、失敗して学ぶんだよ人は。今自分に言い聞かせてる、昨日の自分に。どこに。人間は失敗して学んで成長するんです。はい、ありがとう、みんな今日も見に来てくれて。はい、早く寝ます。でも近い、今ネットフリックスの離婚、仲里依紗さん主演の、松坂桃李さん主演の離婚、なんだっけ、お願いしますみたいな、なんだっけ、離婚しようよみたいな、あれを見たいんだよね。あ、離婚しようよだ。
イリストもいっぱい入ってるな。見たい映画もいっぱいさ。あ、ねえ赤星、あ、ほんまや。え、ドロドロ系好きじゃないよ。ちか基本ハッピーエンドが好き。なんかもう不幸で終わってほしくないもん。笑顔でみんながもうはぁって泣けるのが好き。あ、パーフェクトドライバーなんだろう。ドライバー、あ、そう、去年首不調で去整体行ってきた。でもまだ痛い。ね、確かにこの首の痛みとかもさ、体のどっかから来てるわけやん。だから結局全身をちゃんとケアしてあげなきゃダメなんだよね。みんなもちゃんと体のケアしてあげてください。では明日は公演よろしくお願いいたします。行きます。また公演終わりに配信する予定なので覗きに来てね。明日から1週間ファイティンだよみんな。7月はちょっと大富豪頑張る期間なので、また配信でみんなと遊べたらなと思います。ありがとう、おやすみ、バイバーイ。